つくば来市役所や和ら庁舎未来平ら市民センター。つくば来市役所は、日本の地方公共団体である、茨城県つくば来市の執行機関としての事務を行う施設。2019年現在、つくば来市では、稲庁舎と和わら庁舎の2つの庁舎で業務を分担している。稲庁舎は老朽化と耐震強度不足のため2016年に、旧庁舎の隣に新築されたもので。 八原ら庁舎は、旧八原ら村役場を転用したものとなる。住所、郵便番号300-2395茨城県、つくば来市福田195番地アクセス各課教育委員会庁舎稲庁舎隣接地にあり、旧稲保健センターを転用したもの住所、郵便番号300-2492つくば未来市、加藤237番地アクセス各課住所、 郵便番号300-2358つくば未来市、陽光台3丁目9番地1アクセス角下東、南ルートは、運賃100円、庁舎間、シャトルバスは、無料となっている。北西ルートは、運賃100円、庁舎間、シャトルバスは、無料となっている。未来平市民センター、つくば来市公式ホームページ。 www.city.tsukubamirai.lg.jp2021 年8月25日閲覧ありがとうございます。